タジアが始まるよ。画面見て見て。こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キラーファンタジア始めていきましょう。朝から元気だね。ただいま。気持ちいいのすごいわ。どうどう、すごいわ。やりきったわ。いい感じよ。気合を入れてくぞ。これは私に課せられた試練。人に変わった。このくらい楽勝でしょう。最近トレーニングサボってたからな。ちょっと助かりました。すごいです、尊敬です、天才です、憧れます。ということでホワイトデー大爆発。この服、胸が。下におクエスト。頭が疲れた時は甘いものが欲しくなるよね。赤か。さあ行くよ。マジかよ。ないな。は？うん。困ったな。あれ？ん？別人かもね。その通り。興味あります。おお、つり橋効果。ああ。爆発した。これどうなんだ、外から見たら。私が手伝ってあげるわ。こんなのどうってことないわ。モリ、アゲ、ヨー、元気になーれみんな、今だよ。いっくよ。これなら平気だね。タオルが。私も頑張るから。うん。向かってくるならここが勝負どころだね。まだまだ。この技で勝負だ。よし、行くよ。
肉でお腹を満たしちゃおう。回復でした。のんびりしてる暇はないよ。勝ててよかったよ。適度にスキル使って倒しました。心臓をなくした。どうして？ホワイトデーか。くれた人たちに何をお返ししよう。これで行ってみるか。やれやれ。ねえねえ、確かに。よし、どうかな。え、わかるぞそれ。おい、わかります。いや、だからさっき天気が危うい。少しもな。これはもうやばいよ。どこ違う。あ、死ぬ。やばいです。ガスが中毒。つまりよかった。今は戦闘に集中し、この敵は私が沈めてみせる。痛いですよ。占ってあげる。そして私をそばにいてくれ。それって勝利のドーナツ美味しいな。
告発しまくり。だろうね。先生じゃない方のニーナってそうですね、キャラかぶり、キャラメかぶりしますからね。私はヒロと違って料理が全然できないんだよね。いきましょう、11節。やったわ。うん、よっしゃ。友達よ。うわ、私はヒロと違って料理が全然できないんだよね。いや、頭が疲れた時は甘いものが欲しくなるよね。大集結。そろそろボス戦近いかな。もう毒性難しい。これでいこう。大丈夫？忘れ物。さあバトルです。ボス戦だ。汗かいて。あ、中ボスかな。サポートしちゃうよ。見てなさい。結構強い。いくよ。耐久性高いね、これ。自身を回復。これなら平気だね。こんなのどうってことないわ。ちょっとやばいんで変えましょう。するつもり？そんなことだってできるんだよ。どうかな。モーリー、アーゲ、もうちょっと待とう。さあ、行くよ。みんなを守って。やだやだ。やだ。ワン、ツー、スタン、アリオ。当然。やむを得ないね。いいだ。ヒョウのやつがやばい。
番聞くのは彼女だよな。行くよ。死んだ。もう一回やり直しです。これでどう？うん、思いっきり行くよ。行くよ。あんまり火力が強くない。だいぶ減ってきましたけどね。一人やられたって一緒だからな。あ、こいつが一番強かった。勝ててよかったよ。もう一回ですね。ホワイトデーか。くれた人たちに何をお返ししよう。もう一回、ただし、交代です。勝たないと意味ないからな。確かにチアそんなに強くないな。じゃあこうでいきましょう。大丈夫？忘れ物はない？うん、頑張ろうね。私も力になりたい。一番弱いのは自分だ。これで少しはマシになったかな。まだまだ壁役になる。あの集団攻撃の人間って意味ないんだよな。痛いの痛いの飛んでけ。厳しいわね。お仕置きだよ。甘く見ないでね。あんまり効かない。効くけどちょっとリスクはある。みんな一緒だから大丈夫だよ。モーリー、アーゲ、ヨー。体調が変。いけるいける。さーて、お腹もいっぱいになったし、次はどうしようかな。お待たせ。私も協力するよ。あれは作り物の金箔。倒した。一発で倒した。勝ててよかったよ。強かった。頭が疲れた時は甘いものが欲しくなるよね。ホワイトデーか。失恋要素、これがラブの力。やれやれ、うん、嬉しい。やったわ。やったわ。あ、ちょっと。これでクリアですね。ホワイトデーのお返しって
あんみつでもいいのかしら。かか、これ次回しときましょう。召喚。おはようございます。今日も頑張りましょう。キラーフォワード10回召喚があと 2回だな。早朝、早起きは三文の徳。こっちは今だけ。僧侶クエストが不足している。全部交渉成立。限界突破ってもらってないのか。あ、でも一般のものも。気持ちのいい朝だな。仲間外さん全然使ってないもんな。カオス先生はレベル20になった。まだまだ遠い。お、ゆうちゃんもいる。で、じゃ抹茶ですね。トレードに戻って。早朝、早起き、どれにする。売ることもできるのか。なんだこれ。今そうです、6万7千あるんだ。だからこれを交換するといいかも。交渉成立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 。全部。交渉成立。また来い。ということで、予備クエストだけやっとくかな。水ってなんだ。水は土属性ですね。行きましょう。お手柔らかにお願いしたいです。ほら手伝ってやるよ。
だけか。モフモフが足りませんね。危ない。やったな。負けられないんだ。ここに一人。心配はいらないです。これで私のために強くなって。危ない。強そうです。私には刺激が強すぎます。任せてください。なんで武器装備してないんだ、コウ先生。多分どっか強くなるはずだよ。ダメダメで、ごめんなさい。どう、どうして。危ない。こいつは弱い。できます。いいお土産ができました。おじいちゃん、ヘイ、どうじゃん、このボールだ。これなら、おじい、暴力反対。油断しないでいきましょう。私の本気見せてあげます。みたいなのがいる。なんだろうこいつ。一気に終わらせますよ。私だって負けないから。ルルルルルル、こうしてきた。毎度もちづき牛乳来ました。私だってやればで、残り2人。強い。ざっとこんなもんだな。一回このカオ先生って、ちょっと待って、武器がしょぼいのは超えないからもう大丈夫だろう。もう一回やりましょう。シュガーで。よーし、行くよ。さあどこからでも来い。勢いてない。これで私のために強くなって。モフモフが足りませんね。痛っ。どうしましょう。応援の力はすごいんです。これを腰回してこうだ。油断しないでいきましょう。負けるわけにはいきませんから。心配はいらないです。
お手に多いか。レベルがまだ低いかな。それどう。えい。どうしてこう。こういう方法だってある。余裕です。ないな、行動やって。3人キラーじゃん。だって負けないから。来ました。ババババババーダメになったらどうしよう。何もしてないけど、まあいいか。立ち止まれないからな。ほら、手貸すから頑張りな。どうぞ皆さん、私を盾に。来てや。まだまだ。準備オッケー。わかんない。これ一体逃げ必殺。なんだっけ。スワッグ。勝ちだから。倒しました。ありがとう、助かった。瞬間できるキャラなし。限界突破は？限界突破いろんなキャラできるが、もう95だからな。まだちょっと早いか。何年拾えも早い。まあいろいろ有利性はあるんですけどね。これでいきましょう。解くか、いい線。ゆうちゃんのために。やりました、大成功。さあ、専用武器ゲットです。行きましょう。高間遥専用武器ゲット。おめでとうございます。木に登って洞窟に隠れて、なんとか魔物に見つからずにここまで来られました。砂の中に隠れた時はさすがに大変だったね。でも今も苦しむゆうちゃんのことを思えば、とはいえこの数は
魔物うじゃうじゃいるね。これはどうしようもないですね。なんとか迂回して進みましょうか。草むらを死角にして進めば。キララちゃん、こっちの方にも回り込まれてる。私たちを探してるの？いや、気づかないうちに群れの中に入り込んでしまったのかもしれません。どうしたら。あ、今魔物と目が合っちゃった。やばいです。え、急いで逃げないと。キララちゃん、今草むらから出ると。魔物に囲まれた。完全に囲まれてる。というか、めっちゃ見られてる。あ、すいません。でも、襲ってこない。どうして。あ、もしかしたら。はるかさん、足元にある石を遠くの茂みに投げてみてください。え、うん、魔物がみんな茂みの方に行っちゃった。この魔物は音だけに反応するタイプみたいですね。そっか、小声でゆっくり進んでたから気づかれてはいなかったんだね。今のうちに進みましょう。あんまり音を立てないように。オッケー。あ、どうしました？まずい。さっきの草むらで砂ぼこり吸っちゃったかも。鼻がむずむず。くしゃみですか？頑張って、はるかさん。こらえて。なんとか。こらえられるうちに遠くへ。これくらい離れたら。もういい？していい？はい、もう大丈夫ですよ。それじゃあ。別のがいたりして。うん、我慢してたせいか収まっちゃった。よかったです。もう山頂近くなので、あと少し。あ、どうしてここにも。はぐれた魔物？アクション！このタイミングで。驚いたせいで、ごめん。はるかさん、私の後ろに下がってください。できるだけ音を立てないで。襲われる！笑い声？助かった？そうみたいですね。誰の笑い声だったんでしょう。わからないけど、とにかく今のうちに先を急ごう。はい、ということで今回はここまで。次回はロコちゃんは最近
こういう服を着るのが板についてきた気がするわ。ホワイトデー大爆発収集クエスト、行いましょう。次回お楽しみに。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。概要欄にブログ、ツイッター、そしてキラーファンタジアのプレイリストございます。こちらアクセスぜひお願いします。ツイッターのフォローもお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。